はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。とりあえず艦長のお二人ですね、ブライトとオットーにはエースプラウドをつけました。まだ50には行ってないんですけれども、まあ、50行ってすぐエースになるように準備はしてありますと。じゃあ38話ですね、進んでいきましょう。L1 中域、ラーカイラム格納庫。お前の X1 も貸してくれないか。いや F91 ちょっと辛いんだよ、量産型だから。トビはどうすんの。じゃあ俺は F91 で出ます。別の機体を用意した。え、もしやフルクロできたの。予備パーツをベースに。おお、やっぱりフルクロできたんだ。え、ってことは結局シーブックが X1 に乗るってこと。で F91 も空いてるよと。クローニング、まあだってね、プルとプル2とプル12はもう全然見た感じ違うからね。第38話、託された未来。てかシャーもクワトロタイも出てこないのはちょっとなんか寂しい感じがしますね。一応中に入るのか、コロニーの。まそれはイベント次第だから、まいつものメンツでいきますか。ニュー、バンシーノルンは出しましょう。テクシャトリアも出すと。あれ、割と強制出撃がいるね。噂のフルクロス。てかフルクロできたんだったらさ、別に X1 をさ貸してくれって言う必要なくね。何かを感じる。
よーし行くぜ。戦艦はね後ろにいるから加速をかけて、とりあえずそのまま前に行く感じでいいかな。フークロのあれを見よう。機体性能、アイフィールド持ちだね。あそうか、こいつインファイトサポートはつけてたんだよな。移動力がめっちゃ少なかったから。ムラマサブラスターとスカルハートスペシャル、あここら辺か。ポイントが最初から1あるのは助かるな。3にならないとねクリティカルが 1.4 倍にならないんで。これは特に何も変わらない。ピーコックスマッシャーマジか。まあただ2から6か、なんかつけてたな多分。初期値でどんくらいあんの気力。120あるし。まあ最初から気力が110になるっていうのはほんとでかいな。割とみんな来るね。次のターンで陣形を整えつつ攻撃をしていくか。うん、アンジェロも来るか。巨大な反応、数は3。戦艦だけじゃないぞ。おお、ネオジオングとアルパージールっぽいのがいたね。あれはロニさんだ。ネオジオング。彼からラプラスの箱を託された。俺っすかみたいな。ちょっと無理っす。アームの隊員お願いします。ラプラスの箱を開ける。
おお、発動した。いいね。あれ、てかさ、フルアーマー化してない？フルアーマーさっき外したのに。てかさ、こんだけニュータイプがいたらさそりゃすげえよな。サイコフレームも、サイコフレームも大変だよ。まずは戦艦ハイパーメガ粒子砲5807いけるはずだ。ってかカミーユってさ援護攻撃持ってたんだ。でちょっとこっちの方にずれよう。49でしょ。デックス2が来てるからシーブックピーコックスマッシャーで、なんだこの息苦しさは。シーブックは今後 X1 にした方がいいのかな。ファンネル、あれこいつヒット&アウェイをつけてない気がするつけてないよなまあいっか。ビームサーベル1から5って長いな。痛い。戦艦の指揮範囲内にいてもこれか。てか敷地あんまり高くないねこいつ。おっとは、まあそれはしょうがないのか。でユニコーン、一斉射撃、一斉射撃ほんともったいないんだけど。もうパージしたい、パージしようでマグナム撃って去ってく。こっちはこっちで迎え撃たないといけないからメガ粒子砲を遠くのやつに撃って、でここら辺でいいかな。フリクロはグラマサプラスターをちょっと使ってみよう。敵の命中率は結構高いね。こいつは 100% だとしても、100機、おブロンズエンブレムをゲットした。そうか、援護防御に入るのか。ゼータもこっちでいいか。回復をさせるか。よし、これで基本ゲー、こっちに来たなぜだ、まあ、どっちでもいいけどさ。ザンバスター、だって X2 なんてさ遠距離用じゃん。
ザビーネシャル、攻撃する。私は地獄を見てきた男だ。もらった。いやマジで X2 欲しいわ。ザビン、お前の攻撃に当たるわけには。ザビン、今度こそ決着をつける。こっちザンバスターで反撃だからね。さてどうしたものか。悲しすぎるぜ。1万5000とか何なのこいつマジで。アタッカーついてるからか。49、あと1。そういえばさ、舞台分かれてるやつだって撃墜数どうなってんだ。多少は増えててくれないとちょっとだいぶ差がついちゃうんだけど。もうグレートエースが育ちつつあるからな。敵の数は多いね。でもフルフロンタルが来たってことは増援は出ないのかな。減ってるやついた。まずは確実に倒す。どうしようかな。少し内側へ切り込むか。自軍フェーズ開始時、指揮官の効果内にいる味方の気力プラス5。すごくね。ローカイラムの中心にいればいいわけでしょ。それはすごいな。フルパワーでとりあえず狙えるやつを狙う。さあどんどん気力を上げていこう。じゃあでこいつも、うわファイナルビームを使ってしまった。まあいいや。ヒットアンドアウェイがあるからいけるでしょ。愛を覚えるんだね。愛をブラックホールキャノン。うわラガンダカなんじゃねえかよ。く見たらいつの間に出てきたんだ。区別がつかないし。スカルハートスペシャル、これちょっと使ってみよう。俺は戦争をやっているつもりはない。動きが見えた。そこだ。こんな武装あったっけ。最後の殴るやつ、ハイパーメガ粒子砲。うわ援護は嫌なんだよ。あバンシーノルン、そういえば強化パーツをつけてないわ。強化パーツを NTD はターン制限はないんだね。でアームドアーマー TE が攻撃力が上がってるから。てかこいつらってさ合体攻撃あるね。あんまり強くない気がするけど。やっぱフィンファンネルだな。
シャトリアもちょっとこっちに行くか。ザビーネしか狙えないか。これは危険だな。カミーユはハイメガランチャーで、あ、こいつを倒しとくか。あ、カミーユ嘘きっとアンダーウェイつけてなかったか。そうだよな、割と最近入ってきたからな。かなりうっかりしてたな。うっかり八兵衛だよ。まったく倒せない。これはアームビームガンで倒そう。あとファがエースになると何を覚えるかだなもう敵の数多いな本当に。ビームザンバーか。なんでビームザンバーなの。こっちでいいでしょう。アイフィールドがあるわけじゃないんだから。射程長、さすがに戦艦だな。ラカンだから来るか。わあ、めちゃ食らった。15とかね。ここぞとばかりに狙ってきたな。てかエネルギーなんでこんなないんだ。ハイメガキャノンちょっと打ちすぎたかな。だネオジオンのさやつらさ、ああれか。艦隊式みたいなの持ってるんだ。戦艦を先に破壊しとかないといけないのね。そういうことか。指揮官の効果内にいる味方の火ダメージ 0.8 倍ってすごいね。こいつらみんな そして意外にヒットポイントが減ってきたな。重複するからね。91%。メタスが援護防御に入ったとしても、まあ、あれを持ってるからな。バリアを。大佐に必要とされているのは貴様じゃない。ローゼンズールの力を見せる。貴様にふさわしい死をくれてやる。その殺気をまき散らした機体で今は戦争している場合じゃないのに。最後フレーム、俺の意思に応えてくれる。完全にコックピットえぐられてるな。攻撃したやつは見れるから。あー、指揮系統中枢だ、これだ。マップ上の自軍の機体割る5がパーセンテージ、複数いる場合補正は重複する。あ、でも数を減らせばなんとかなるってことか。少しあれでいくか。てかエネルギーがほんとないな。100も使うんだ。カミーユ、
ウェイブライダー突撃。よし、出だよ出だよ。この1万6000のやつはなんとか倒しておきたいから、マルチアクションじゃなくて行動回復いくつだ、周囲5マス、ここら辺までいけるってことね。 OKOKOK、まずプチナインヘルプ使おう。でいいや、もうこのタイミングでフェアリーブレスをかける。でここにいてこいつをまずぶっ倒すでしょ。ほら、で EX オーダーで行動回復して、ワカンダから1万5000か、魂をかけて希望って何、指定した味方ユニットヒットポイント 50% 回復、状態上回復、努力幸運がかかる。こいつ覚醒も持ってんだ。はあ、はあはあ、祝福リーヤマリーダさんか。やはりね、金だよ金。あれ、これって P 兵器じゃなかったっけ、黒曜って。違ったっけ。まあいいや、さてあとここはラカンダカランを倒せばいいだけだから、はい、50で使えるんだ。ケイトラ古剣暗剣殺、モビルスーツとの戦い方はこれで、ケイトラ古剣暗剣殺決める。スーパーを名乗るだけのことはあるか、相手が女だろう、情けは無用。考えるより先に体が動くんだから。スーパーを名乗ってるわけじゃないけどね。ハイパービームサーチ、ダブルビームライフ、いいや、さすがに大丈夫でしょう。吹かせてやる。バカな、この俺が。ドーベンウルフでよく頑張ったよな、ラカンダカナも。だからなんて今ので死んだの。あとはこっちの舞台1万2000か、1万2000だったら魂と直感を捨てて倒せるかな。サビーレ貴様、まだ貴族主義を。悪くない分だな、トビア。フォースリアクター、こいつはしつこいね。ツインビームマグナムって1から4の P 兵器なの。ローゼンズール2万か、
でちょっとな修理しておきたいからね。こいつ祝福要因でもう一回使いたいからな。2万か。高機動攻撃をこいつ15しかない。ビームサーベルでいいや。必中トップ3か。アイフィールド持ってんだっけな。ネオジオンを迎撃する。メリーさん。ああ、やるぞバナージ。バンシー。ユニコーン。この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。みんながこの中。シミは残らず消してやる。もう諦めろよネオジオン。あんまり強くなかったな。底力レベル7ガードもあんのか。なるほどね。直感をかけてフルオールレンジアタックでいいか。ガンダムで仕留めてみせる。これだけの攻撃ならば。とどめだ。行け。これがアムロレイなのか。無様に散れ連邦の犬どもが。シミは残らず消してやる。確実に追い詰める。こんなやり方が世直しだと信じているなら。最後はスマッシュヒットを使って覚醒攻撃。まあそれなりだな。言いたいことは理解できる。だけどやれるな、ユニコーン。前に出よう。まあ一応生き残るっちゃ生き残るね、アンジェロは。戦艦対戦艦でいけるかな。うわ、割かし食らう。
どうするかな。あんまり攻めすぎてもな、ちょっといいや。こっから狙ってくるか。ファンネル、邪魔をするか、ガンダム。敵は全て落とす。消し込め。まだ死ぬつもりはない。ロニさん、あなたはファンネルミサイル。なんだ、不快感が強くなっていく。こいつは2回行動か。よし、少し攻め込もう。スカルハートもいけるだけ行こう。ダブルゼータかな。マジでパワーがない。これでまた背面がキャノン打ったらエネルギーがなくなるんだけど。はい、撃とう。で、修理の方だな。うわ、主人公機ちょっとどうする。加速使うか。15か。いや、使おう。メガ粒子砲。大きさだけで勝てると思うなよ。年次に入るまでダッシュだ。当たりやがれ。あくまで邪魔をする気か。手段は選ばない。当たらなければ死にやしない。こいつの攻撃はほんとサクッとしてていいな。レオルーラー、あれヒルが乗ってるんだ。別にいいけど、ここにいて、まずはちょっとバナージで攻撃をするか。ロニさん、こんなことを繰り返していたら、最後フレーム、俺の意思に応えてくれる。可能性を、未来のこの空のためにも、この力を。
私の願い、思い、貴様などに分かるものか！角割れのガンダムなど、衝撃を吸収しきれない。アイフィールドがなかったらやばかったな。こいつらあれがないんだよね。祝福が打てない。まあいいや。あ、説得？説得なんてあるんだ。説得しよう。ロニさんはいいからさ、アルファジールくれよ。シーブックがね、マジ乗るもんがないんだよ。シーブックを何かに乗せたい。バナーチじゃ説得できないのかな。ちょっとこれ残しとこう。で先にこの戦艦を倒そう。おや、よし、いい感じだ。でアームドアーマディっていうかさ、ツインビームマグナムがそんなに強くないんだよね。撃墜数を稼ごう。43、熱血覚えた。でウルーラが落ちる。セーブしとこう。バナージ食らったら落ちるからな。レタスを狙ってきたか。別にいいけどさ。なぜかシーブクってなんでこんなに狙われんの。サイコシャード、ちょ見てみよう。確かにこっちの世界でどうなったんだかよく分かってないからね。私は人の総意に従って行動しているに過ぎない。君たちがゼントの光を信じるのであれば、私はそれを消し去るまでだ。マジか。クロスボーンのシールドを使わせるとは。おお、別のやつを狙ってきた。さすがに1万はね食わないと思うんだよね。この走行は厄介だが、やりようはある。可能性という名の光はここで消滅させる。虚無へと落ちたまえ。551とか。ここがショールドコロってやつだ。
やるな。ハサウェイ特になし、ユニコーンも特にないから、ハサウェイで落とそう。ロニは希望は1回しか使えないよね。そうだよな、本当はな、金を稼ぎたかったけどな。とりあえず応援しとこう。高機動攻撃、そういや敵に分身があるやつあんまりいないね。プレッシャーの元を立つしかないのか。スピードなら汽水ガンダムに分がある。よくめっちゃ早いな。金塊なぜ金を持っているロニさん。サイコミが逆流する。戦わなくて済むけどさ、どうやって新しい生き方見つけるんだろう。職探しするのも超大変だよな。君は何ができるかね。今までパイロットをやってました。うちにそんなものは必要ない。47,000か。47,000はさすがにな、当たらんだろう。覚醒かける。いや待って、希望をかけときたいからね。で、EX アクションのスマッシュもつけて、ダイレクトアタックもつけよう。何でもかんでもつけよう。ブーストダッシュはさすがにいいや。で、ここから撃たなきゃいけないのか。これなんで遠距離なの？スーパーロボット系だったらさ、P 攻撃がいいでしょう、やっぱり。ランバングのとっておきだ！アンチプロトンスマッシャー！受け取りやがれ！随分と食い下がってくるものだ。サッパン。可能性という名の光はここで消滅させ、ゴムへと落ちたまえ。出力の低下を確認。あ、さっきあれか、足を止めたらやられる。不屈を唱えていたのか。なるほどね。16,000。ちょニューガンダムでいくか。直感と魂。最攻撃は入らないよね、さすがに。まがいものの分際で赤い彗星を名乗るなど、そこまでだ。畳みかける。おお、ガンダム、どこまでも邪魔を見せてもらおうか、ガンダムの性能とやら。
そう来るか、ブルフロンタル。あとはオーダーでこいつを回復させて、で希望をこいつにかけてついでにヒットポイントも回復できていいな。必中は絶対つける。魂応援してもらおう。応援してくれる人がいない。まあいいや。じゃあ覚醒攻撃で終わらせるか。頭を潰せばいいはずなんだ。ブルフロンタ、あなたは。光が世界を照らす鍵。俺たちは諦めない。こうして奇跡はまた繰り返されるのか。だが、だから戦い続けるんだ。めっちゃ金と経験値が手に入ったな。 S アダプター覚醒。時の涙を見せよう。
応名前がハテナハテナハテナになってるな。ラプラスの箱が何であるかわからないんだ。銘柄にかビスト系屋敷てかサイアムビストはいるの？そもそも まあ、ラプラス事件は起きたみたいですね。内容はやっぱり一緒なのかな。いたね、サイアム。
フルフロンタだとは和解してるからね。いい感じに話を持ってってるね。公表はしないってことか。お、生きてる。お、欲しい欲しい欲しい、くれ。マジか、アルファシールが手に入るんか、すげえな。いや、クエス様々だよ、ありがとうございます。ヤマトから緊急入電。ミケーネか。マジンガー Z パイロット取り込んで。集中力はね、覚醒持ちに使わせたいからね。とりあえず全部隊合流か。あれ、なでしこが V アップしてるね。ジョー、アンジュ、ビビアン、ロザリー、エルシャ、ここら辺も V アップしてるね。サリアとヒルダ、誰だっけ。一旦じゃあファクトリーを見て。
全機能を総動員して地上の状況を確認。お、S アドプターが売ってんだけど、一応買っとこう。1000円もするんだ。射程値一応買っとくか。というところで、じゃあ第38話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。